トビアス・ティグ・ジャニソナは、スウェーデン・ヨーテボーリ出身のサッカー選手。イフック・ヨーテボーリ所属。ポジションは、FW、MF。スウェーデン・マリー・ホルムズ・ボイックと、ベストラ・フレルンダ・イフの下部組織を経て、同じヨーテボーリを拠点とするライバルのクビー・ディング・フィフへ移籍。2008年に、スーペル・エッターンで、プロデビューし、同年は22試合に得点を記録した。翌年は、 同じ町を拠点とする衣服ーテボリへ移籍し、2012年末までの契約を結んだ。2009年のシーズン開幕戦でアルスベンスカンデビューを果たしたが、主力の座をつかむことはできず。5試合に出場した後は、契約条項にのっとり、夏にクビーリングへ復帰するもクラブは降格した。ヨノス・オルソンとステファン・レーンの二等体制のヨーテボリに、 復帰すると一年目は主に控えだったが、2011年の開幕戦の先発に、ラグナル・シグルズソン、トビアス・ヒーセン、アンドレアス・ドルッケ、カール・スベンソンらと共に名を連ねて、以降、主力の座を勝ち取り26試合に出場。クラブはシーズンを7位で終えた。2012年に、ミカエル・スターで新監督就任以降も変わらず、主力を務め前半戦のほとんどに出場していたが、 クラブは残留争いに巻き込まれた。アヤアックス2012年8月1日にフランク・レブール、監督率いるオランダの名門アヤアックス・アムステルダムへ3年契約で加入し、入団会見の際に、パトリック・クライファートとズラタン・イブラヒモビッチが自身のアイドルと語った。開幕戦の AG ・アルクマール戦で、ラセシエネと交代でリーグ戦初出場を飾り、19日の NEC、 内目編戦で初先発出場。二得点を決め、マン・オブ・ザ・マッチに選出される活躍を見せ、監督の期待に応えた。同試合から UEFA チャンピオンズリーグ2012から13、初戦のブンデスリーガ王者ボルシア・ドルトムント戦まで右 WG として先発出場した。丸目2015年1月14日。 母国のマルメ FF に4年契約で移籍することが発表された。AGF2017 年7月8日、デンマークスーペルリーガのオーフス GF に3年契約で移籍。背番号11のユニフォームを着用する。2012年4月にブルキナファスサッカー協会による同国代表召集への関心を報道され、自身はこれを光栄に思いながらも生まれ育った。 スウェーデンでプレーしたいと語った。また、その時点ではまだブルキナファソのパスポートを所持していなかった。アイアックスでの好調なプレーからスウェーデン代表に招集される。その際にメディアからどのアンダーカテゴリーで出場していないにもかかわらず、A 代表にたどり着いたことをクローズアップされた。エリック・ハムレーン監督の下二2012年10月16日の ドイツとの 2014FIFA ワールドカップヨーロッパ予選で0の4というビハインドの中3得点を返したところでさらに攻勢を強めるためセバスティアン・ラーショーに代わり78分からピッチに投入される代表初出場となったこの試合はアディショナルタイムにラスムス・エルムがゴールを記録し4から4の引き分けとなったスウェーデン人の母親とブルキナファソ人の父親の下 スウェーデンで生まれた。イボ兄弟のムバもサッカー選手として活動。2012年夏に IK ゼニスの U-14 チームからビリケヘッケンでプレーしている。イフクユタボークバーバー19アリグタロングトビアッサナスプラーメドクバイディングアイクバルエイジャックスカントラクテトトビアッサナ ベイデクラブバンクライファート EN ズラタンバルコーマンティル MFF トビアスサナマルメ FF 公式ウェブサイト2015年1月14日付 AGF スタイカーフェンスバーンメドトビアスサナ AGF フォドボールド2017年8月25日閲覧ブルキナファソジャガートビアスサナクラートマンアルスミクラットトビアスサナイン IVM クバルトラパンサンセガモムトビアスサナ ワリー、ジャバテ、ヨアダ、ウェイドラグモン、セプロスメキンズ、ありがとうございます。